品川のスミトモビールいるよ、ね、品川だね。今日穏やかだね。なんかさ、あと受付までみたいなんだけどお昼止まっちゃった。だからさ、なっちゃんに今日おしゃれなお弁当作ってもらってさ、動画でちゃんと紹介するようにって脅迫されたから紹介するね。サンドイッチなんだけど、見てほら見てほら、なんか紙に包んでさ、ほらおしゃれ、トマトとチーズとなんかささみみたいなやつ、美味しそう。この紙ほらな、紙にくるんでるのがおしゃれじゃないほら、ね、お昼だからでさ、朝今日の朝ほら週末また天気崩れるってコメントで教えてもらって見たけど、まあそんなちょろっと東京にちっちゃく雪マークあったぐらいで、まあ大丈夫っしょって余裕ぶっこいてさ、今日朝起きたらさ、外真っ白でさ、慌てて俺高速乗ってきたよね。やばいっつって、時間余裕はあったけど、ほら本当に雪降られちゃったらほら、で現場着かなかったらやばいからさ、余裕ぶっこいったけど高速で飛んでって、で乗り換えて東京埠頭のあたりはシャーシュプールとかそんな降ってたけど、横浜ほど大したことなくて、あ大丈夫かと思ったけどさ、これ今日白石か、ね、仙台のやつは白石市ね白石の工業団地行ったんだけどさ、あっちの方行ったらまた雪すんげー降ってきて、あのほら積もる雪、あのでっかい粒がでっかくてプタ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 どんどん白くなっていってさ、これ完全に終わったと思ってそこの現場がなんかこうスロープにつけてさ、ほらスロープにバックでつけて、あのフォークが中に入ってきてこうパレット下ろす現場、このスロープもほら雪で真っ白だからさ、これフォーク登れなくねって思ってまあだけど幸いそんな何事もなくスムーズに30分ぐらい降りたけどさ、でこれ今度今さ、あの骨骨ロックにここの住友 B でカラコンってな乗っけて、訓録乗っけて、あの城南島のさ狭原倉庫持ってっから、ね、ほら見てほら手が汚れないようになってるのか、キッチンペーパーみたいな、ね、おしゃれ。いただきます。あやば、超美味しい。朝ごはんはもうおにぎり食べたからね。だからなんか GoPro ちゃんそんなに長く撮らなきゃ多分大丈夫だからさ、ちょっと乗っけたら城南島までこれでドライブする忘れたらごめんとりあえず今お昼だから1時まで待って、うんうん、ほらささみ美味しいね。美味しい。なんかさ、昨日参議院でいろんな遊園地のさジェットコースター見ててさ、ほら去年の年末にさ、こっちでスーちゃんに仲良くなったお友達連れてさ、みなとみらいのコスモワールド行ったって言ったでしょ。なんかスーちゃんがほらこないで江ノ島も行ったけどさ、なんか思い残すことないとか行きたいとこないっつってさ、どうしてもやっぱ最後、あなんかピーって言ったよ、何大丈夫、どうしてももう一回のコスモワールドのさ、なんか乗りたい遊具があって、あそこってほら入場料かかんない代わりに一個一個金かかるから、ほら単発で乗れるからさ、どうしてもスーちゃん乗りたいやつがあるっていうからさ、いつだろう、来週再来週20日かな、20日だね、20日、ほら祝日木曜日、23日が引っ越しなんだけど、だからほんと最後の休みだよね。あの俺ほら寮をさ、寮も鍵もらったんだよ、寮がさ鍵もらって、であのほら基本的にあのなんつうの、
トイレとかさ、お風呂とか全部共同だからさ、お部屋の中なんもなくてさ、まあ収納とかね、棚とかはあるんだけど、あとベッド、冷蔵庫ないからさ、冷蔵庫欲しいなと思って、あの前俺一人でおかず帳置いた時みたいなさ、一人用の冷蔵庫、なんかなっちゃいにジモティみたいなやつに安く見つけてもらってさ、あの上が冷凍庫で下が冷蔵庫、ん？下が冷凍庫か、あの今時の新しめのこういうちょっと大きいやつ、うん、あれ冷蔵庫を買ってもらってさ、それをほら俺の車じゃ運べないからさ、とりあえずなっちゃんの車で、あの20日の日にちょっとそれとプラス、まあ俺引っ越しそんな荷物ないからさ、セレナにぶち込んじゃって、そう大物だけ、まあ冷蔵庫とタンスぐらいか、それ運んでさ、それ朝パパッと終わらして、じゃあそのまんまコスモワールド行こうかって言っててさ、うん、だからまあだからこっちやって向こう戻ってたからお昼ぐらいからか、まあでもね、最後にさ、ね、なんか引っかかったね、最後の最後に楽しみができちゃったけど、最後の最後に余計寂しくなっちゃうじゃん、毎回確かにね、ほら会えないわけじゃないよ、ね、どうですか、まあ、単身赴任みたいなもんだからさ、毎週じゃないとはいえほら、ね、月2回ぐらいは家帰るしね、大きい連休はもうずっと向こうにいるからさ、まあでもなんかねほらね今まで帰ったら当たり前にいた2人がさ、ね、またどうせ一人ぼっちに戻るだけなんだけどさ、なんかやっぱ寂しいよね。だから今はほらもうさ、あとだって2週間ぐらいしかないでしょ、今日何か8日、そうだね、あと2週間だよね、早いよ、どうすんの、ね、まあそんなんだからさ、ちなみに寮ここ住所見たらさ、港区なのね、港区やばいじゃん、俺港区男子じゃんすごいね、港区だって、うん、そんなんだからさ、まああれだよね、だから平日のさ、平日の、まあ、トラックで寝るよりマシでしょぐらいな寝床確保って感じでさ、別に多くは望んでないけど、まあ寮だからほら家賃が安いしさ、なんかそう全部込みみたいだからさ、電気代だけ別って言ったかな、うん、まあでも全部込みでもなんか3万ぐらいって言ってたから港区に3万で住めたら全然いいよねあれめっちゃジャスミンちゃんだっけ、あ、俺ジャスミン茶買ってくるの忘れちゃった、しょうがないからコーヒーでいいか、あ、なんか反対側にハザードピッコンピッコン出してるね、まくりかな、これ炭火のまくり分かんないけどね、あ、ほら長くなったから終わりね。そんな感じだから別に報告通報告じゃないけどとりあえず城南島ドライブしたらさ、ちょっとこれ GoPro さんね頑張ってもらってさ、あ、ほらまだ62% ある、言えないかこれ声で全部できるからさ、 GoPro
電源オフ。消えるの偉いでしょ、日本語通じるんだよ、すごくない？だから終わりね、お疲れちゃう。あと続きは後で、お疲れちゃう。疲れちゃう。今品川で乗っけたよ。ここじゃブリンって U ターンしてさ、線路沿いの道行こうね。お、今途切れた。お、あー、ごめん。音先つなぎで行っちゃう、ごめんね。まで電池持つかな。なんか俺のこうポロちゃん充電になってもなんか急に充電切れるからさ。バッテリーの残量が当てにならないからさ。ここはね止まったふりだからね。止まったふりだから決して通報しないように。汚ねえうんこ色のコンテナだね。うんコンテナ、うんコンテナ。1番とこ左曲がったのは楽ちんなんだけど、なんか3号なんかすげえ混んでたよなんか。で、あの1番とこも混んでるとすげえ時間かかるからさ、空いてれば早いんだけど、ね、結局ここが安定して一番いい。あっち回りで来ると今度あそこのそっちから左折するのがさ、また混むんだよね、これ。そう。しかもあの歩行者があそこさ、青になるとさ、左矢印出ないからさ、すっげえ信号短くなっちゃうんだよね。だからね、土曜日とかさ、明らかに空いてるって分かってる時とか、ね、時間たっぷりある時は、そっちから通ることもあるけど、俺はこっちから来ちゃう。
それはあれだね、カラバン持ってってさ、バン詰めして輸出するやつだね。輸出のコンテナ。ほら、この信号間に合わないじゃないかな、ほら。間に合わなかった。ね。なんかもう2番ホームつけていってからさ、つけちゃう。バック取ってもいいんだけどさ、モザイク大変だからやめよう。ね。多分 GoPro ちゃん途中でピピピって切れるし。どうせね。ほら、俺の御用達、城南島のファミリーマートのふりをしたポートマートだね。あ、ポートストアだ。ポートストア。これをバチンって切って、明日やっぱ厚着かな。多分明日厚着、ね、雪が降るんだけど何でもいいよね。雪が降るんだけど何でもいいよ。動画できた。ごめん。ごめん。あ、ごめん。勢いが大事だからね。よし、じゃあこれ、こう止まったふりするから終わりね。お疲れちゃん。ごめんなさいね、ごめんなさいね、ごめんなさい。4トンのおっちゃん優しいね。